こんばんは。今回は10月15日リリースの竜の破竜三国英雄伝やっていこうと思います。ゲーム内容は、三国志を題材にしたシミュレーションゲームですね。自分が今もやってるダイキンとかライズオブキングダムとか、ちょっと前やってた大三国志とか、その前やってた戦国戦みたいに武将育成して戦争してっていう、シミュレーションゲームですね。やっていこうと思います。天命を受けしこの聴覚が敗北するはずがない。覚えていろ。危なかった。あなた方の助けのおかげで聴覚を止めることができました。俺たちは命じられて聴覚を打ちに来ていた。その時助けを求める声が聞こえて駆けつけたのだ。しかし君は忠義の心を持って勇敢に立ち向かった。非常に感服したぞ。この城は長い間黄金族に占領されていた。百姓を助け城を再建する人が必要だ。だが私たちには重要な任務がある。君が代わりに城主になってくれれば幸いだ。もちろんそうしたいですが、自分では力が及ばないかもしれません。心配はいらねえ。俺がしばらくここに残って英雄を助けよう。張飛将軍の協力とはこれ以上のことはありません。では必ず全力を尽くします。よし、それでは交渉成立だ。また会おう、英雄よ。100万の軍勢と戦って大将首を取るなんてものはお手の物だ。主君のおかげで城内で休むことができました。城の建設についてなら少し知見があります。よろしければ主君のお力になりたいです。主君、城外に開拓できる広い土地があります。そこに伐採場を建てれば木材の供給が保証できそうです。城内の農耕は荒れ、食料不足が深刻です。これからは農地を作りましょう。山賊が暴れ、百姓が苦しんでいます。城内に兵営を建造すると大量の歩兵を訓練できます。なんかあれ似てるな。前この手のゲームやったことあるんですけど、タイトル何だったっけ。今のとこ悪くないですね。ちょっとこうシステムが古い感じもするけど。おめでとうございます。歩兵が解放され軍隊を訓練できるようになりました。ここ他にも作れるのかな。ああ訓練で、はい、あ多分三すくみが書いてあったと思うんだけど逆だったような気がする。ちょっと確認するかな。なんかこうサイトみたいのがあって説明のね見てきたんですけど、やっぱ逆ですね。第三国志じゃないや、あ第三国志と一緒なのかな。自分がやってた戦国戦とか、あと雷禁の真逆。馬は歩兵に強くて、歩兵は弓に強くて、弓は馬に強いってやつかな。戦国戦は全部逆。その逆。馬は弓に強くて、弓は歩兵に強くて、歩兵は馬に強い。その全部逆ですね。今見てきたら。朝廷の甲札を受領しました。主君、この乱世で自分の勢力を固めるには朝廷で自分の地位を確立しなければなりません。朝廷からの派遣任務を完成するとたくさんの勲功を獲得し、
官職昇進ができます。早速始めてみましょう。あ、ここね、音声扱いたいんだよね。こういうゲーム最初にいろいろ細かい設定をさせてほしい、自分としては。今のところ悪くない、喋ってくれるし。作業任務を達成するたびに一定の勲功が獲得できます。勲功で官職を上げられ、より多くの機能を解放できます。音がな、想定したいわ。それでは残りの作業任務をどんどん達成していきましょう。3分ね。時短ないのかな。無料完了。はい、全部。おめでとうございます。主君の官職が上がり、新機能ダンジョンが解放されました。ダンジョン。小クリアの報酬はカバンに送りました。ご確認ください。喋ってくれるんだけど、なんかね、このまあまあいいか、まあ、悪くない。報告いたします。劉備様から伝書旗が届きました。密偵の報告により、聴覚が残党の行方が分かった。そのうちの一つの拠点は君の城の近くにあるようだ。どうか確かめに行ってはくれないか。これが男女なのかな。聴覚め、いい度胸だな。俺が舞台を率いて行ってこよう。ありがたいけどさ、俺職なんだね。義母、三国志だから義母職で、自分職ですね、劉備のところ。早い、どんどん。あ、ここがダンジョンなの。まあ、行くか。細かい設定させてほしかったけど。音とかないのかもしれないね、この感じ。だね。兵どうなってる。これが舞台規模。うち自分かな、入ってかな、ちょっとわからん。主君のために100万の軍の大将首を取ってきてやろう。でも強いんだろう。主君、歩兵は戦闘において防御力が高く、大量のダメージに耐えられます。長将軍は歩兵武将として歩兵を率いて戦うことができ、しかも属性増益を付与できます。強い、さすが。これがスキルか。大暴れだ。いやいやいや、主君、ここはやっぱり聴覚のやつの拠点の一つだ。こっちは被害70ぐらいだけど、相手1000以上やってる。今回の戦利品を城内に送ってくれ。まだまだ戦えるぞ。あ、もう出るんだ。はい、主君よ、近頃戦乱が続いて俺の城八邪望もなまってきた。さっき入手した戦利品の水晶をくれないか。装備を強化したいんだ。あ、いいよ。あげるあげる。どこボタンは。おめでとうございます。武将システムが解放されました。武将能力を向上させましょう。ここね。あ、こっちか。はい。偵察。武将で。あ、こっちなんだ。はい。水晶を消費して、武将装備を強化し、武将能力を向上できます。なるほど。武将のレベルにより、装備の強化できる上限が決まります。喋ってくれるのはいいね。これか、はい。めちゃくちゃ強くなったんですけど。一括強化で装備を最大レベルまで強化できます。あ、一括した方がいいんだね。装備、これのキャラクターのレベルとは、またどう見ていいのかまだわからんね。こっちは上がった。
あ、さっきのやっぱりあれだ、武将、これは武将レベルだ。で、これが装備のレベルだ。あ、わかった。この武将のレベルまで装備上げれるってことかな。他のゲームでもあったな、こういうの。このレベルまでしか上げれないっていう。で、これ。主君、城の発展には、宮殿レベルを上げねばなりません。宮殿レベルね。直ちに無料。それでは、残りの破業任務をどんどん達成していきましょう。設定。とにかく設定お願い。あったー。設定がね、ちょっと面倒です。この顔、自分の顔のマーククリックして、ゲーム設定。で、効果。ね、音がちょっとね、割れるぐらい音が出てるから。もう、やっとかいって感じ。これぐらい、半分ぐらいでいいんじゃない？もう、こういうゲームね、するときいつも思うんだけど、こういう設定は最初にさせてほしいわ。スクリーン、光、何これ？地図、グリッド、よくわからん。何にしよっか、とりあえず。戦闘効果が高い。作業ね。よしよ。あ、ダンジョンね。はい、わかった。こっちは1700。相手3000もいるけど。あ、俺と戦う。その体に穴でも開けてほしいのか？強い。さすが長寿。大暴れだ！強いわ。全然こっちダメージ食らってないし。まだまだ戦えるぞ！あ、もう勝ってるし。190人ぐらいしかやられてなくて、相手3500人ぐらいやっつけてますけど。強すぎない？主君、前にある黄金軍の英者は俺に任せろ。相手7000いるんですけど。これすごくない？いけんのこれ。俺と戦う？その体に穴でも開けてほしいのか？黄金の兄弟たちよ、やっちまえ！しかも相手馬でしょ、相性悪いんじゃない？ほら。死にたいのか？黄金騎兵の強さを教えてやるよ。ちくしょう、騎兵が歩兵に強いって分かってわざとやってるのか？みんな耐えろ！そうでしょ。緊急事態です。私の騎兵部隊が協力します。大暴れだ！いや、ギリギリになっちゃったよ。主君、黄金の賊は狡猾で、騎兵の俺の部隊を奇襲したなんて。大凶の騎兵部隊が来てくれて助かった。てめえらは待ってろ。騎兵は歩兵を抑え、騎兵に抑えられます。これ以上進む場合、一旦戻って準備する必要がありますね。まだまだ戦えるぞ！いや、でも強いな。続けるじゃなくて、戻るね。ガチャとかしないのかな？これだったね、全部受領。これ。あ、なんかもらった。かけらだ。主君、この騎兵を破るには、騎兵の遠距離攻撃を活用する必要があります。騎兵を解放するには、城内で射的場を立てねばなりません。
解放されました。直ちに軍を率いて討伐に行きましょう。私の傷はほぼ回復しましたので、すぐにでも参戦できます。え、ショーは怪我すんの？傷って言ってるから。新しい曲を作ったのですが、お聞きになりますか？私は弓が得意なので、弓兵を率いて遠距離から敵を仕留めます。しかし弓兵はまだ訓練を受けていません。どうやって敵を倒しましょう？ダンジョンにいる武将は自分の親衛軍を率いて戦います。城内の兵士は使わないのです。ああ、なるほど。射的場を立てて弓兵を解放すれば、私はそれを率いて参戦できます。ご安心ください。なるほど、何回でもダンジョンの兵は復活できるってことか。相手いくついるの？ 6400。 これ、これ弱いぞ。主君、私に参戦させてください。 OK、 ここでしょ。ここで参戦武将を選択できます。2人だ。これでいい。あ、兵も増やせるわ。ここで兵力を調整できます。準備が完了したら出兵命令をお出しください。増やせないんだ。なるほどね。2657がマックスだからね。これ増やすにはどうする？合計値か、式上限の合計か。なるほど。OK、わかった。ってことは、この指揮官のレベルを上げたら上がるのかな？主君のために、100万の軍の大将首を取ってきてやろう。将が前で、大将を取りに行くわ。私の人は一定のコントロール効果がある。いけ。矢の雨よ、飛びなさい。大暴れだ。馬も欲しいなと思ったら、相手は弓だ。歩兵に弱いから、このゲームはね、受けんじゃない。まだまだ戦えるぞ。さすが旧兵部隊。主君、この勢いで一気にここを落とすぞ。あ、次のか。相手は、いや、7000。あ、馬、うん、いいんじゃない。相手は俺と戦う。いいんじゃない。その体に穴でも開けてほしいのか。兵士の間に抑制の関係があります。歩兵は旧兵に強い。では旧兵部隊を率いて黄金騎兵を止めましょう。矢の雨よ、飛びなさい。 OK、 あとは君だけだ。大暴れだ。まだまだ戦えるぞ。条件見てなかったけど、あの次のあれみたいな。報告いたします。前に A 社が見えます。ここの守備はそれほど固くないようです。おそらく聴覚はここにいません。そんなの俺が行けばすぐにわかる。あの最後なの。いや、まあいいか。相手の見て、これ歩兵。歩兵は何に弱いんだったっけ。馬に弱いんだったね。馬がいないわ。まあ勝ても勝てるんでしょうね、この感じ。ほら、兵がだんだん増えていってる。この退去だったっけ、レベルが、とあと長飛のレベルが上がったから持てる兵が増えたんでしょうね。これは、あ、またあの簡易じゃないけど、上がったらこれがここ持ってる兵を、また兵じゃないや、武将の数増やせるんだ。勝てるわ。ほら、戦力はこっちの方が上だもん。相手の方がね、数多いのに。私の弓、試してみますか。兄貴、大変だ。俺たち官兵に包囲されてる。黄金族、さっさと降参しろ。兄貴に会いたいなら、まず俺を倒せ。まず弓だな。
心を合わせたら剣だって切れる。行け兄貴、先に行け。ホーニーが援護するから。待てる。矢の雨よ、飛びなさい。他の能力はもう大暴れだ。敵の歩兵は私たちの旧兵を抑えます。これからの戦いは不利です。早く騎兵を解放しないと突破が難しいでしょう。長領を捕らえられました。聴覚の行方の手がかりが獲得できるかもしれません。まだまだ戦えるぞ。次馬か回復。長領、お前と聴覚はそもそも生きていくために反乱を起こした。だが今の状態は君たちが望んだ結果か。私たち兄弟は立ち上がるほかなかったのだ。今さら後悔しても遅い。もう一度チャンスがあるならお前はどんな選択をする？もし許されるのなら俺は全ての黄金軍と共に降伏しよう。仲間になる感じ。いやもうここ喋んないんだよ。くも俺の拠点を破り兄弟を惑わしたな。畜生、呪ってやる。いやいやいや、喋ってここ。なるほど、まだここ行くんだ。あ、お前で、これかな。作業しろって言うけど、なんかいろいろあるんだよね。まずこの初心者向けってやつは、開けよう。あー、これは、でも毎日、あ、ガチャかな、ここら辺。って言って、ガチャっぽいっすね。マーク、あ、無料だ、これ。そうだね、マークついてるから。これが、キャンペーンか。クリマークついてるから何かありそうな気がしたけどね。毎日ログインボーナスか。それとガチャがありそうなんだけど、これガチャっぽいね。違うのかい。あー、わかった。なんかあのなんていうのかな、デイリーみたいなやつかな、イベントかな、これガチャじゃないんだ。びっくりマークついてるな、確かに。これはなぜついてんだい。あ、ここかな。100万の軍勢と戦って大将首を取るなんてものはお手の物だ。レベルが8だから、あの武器のレベルも上げれるってことね。武器交換できるんじゃないのか。他の武器変わってくるんじゃないかな。そういうのはないのかな。ちょっと分からんのかな。これもだから、私の曲を聴きたいのですか。ちゃんとレベル4まで上げれるってことですね。他に上げれるやつあるわ。で、マックス9まで持ってきた。そしたら今度これも一括で。ということね。ということはさっきの調子。主君のために100万の軍の大将首を取ってきてやろう。いいでしょう。で、これも9まで上げれる。あれだ、建設の加速だ。ガチャはどれだい。装備あるね。強化だ。これいつの間にか光月杖が手に入って、光月杖だったっけ名前。
いつ手に入ったか分かんないけど手に入ってますね。これ使おう。あらゆる手で規制を制してみせましょう。手に入ったんだな。違うの。あ、募集課になってるな。私もお手伝いしましょうか。なんで手に入ったのかはよくわかんない。あらゆる手で規制を制してみせましょう。これは何に得意なのかがどこに書いてるのかちょっとよくわからんね。属性か、これか。どこに乗ってんの？得意不得意があるはずなの。その馬とかね、さっきの歩兵とかじゃないけど。あ、歩兵部署これか。馬、弓か両方とも。あ、違う。車ってなってる。違うな。悪くないですね。ちょっとね、ガチャの無料ガチャがちょっと今んとこできないっぽいんで、この辺ができたらまたね、ちょっと面白いんでしょう。悪くない。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。